皆さんこんにちは。本日は困難こそチャンスというテーマでお話をさせていただきます。皆さんこれまで生きてこられた中で幾多の困難に障害物に出会ったことであろうと思います。困難なこと、障害物に出会った時に、ああ参ったな、鬱陶しいものが来たなというような思いを抱かれたのではないでしょうか。このような困難なことや障害物に出会った時にですね、できれば避けたい、あるいは目を背けて、逃げたい、そんなこともあったと思います。しかしですね、そのような困難なことに遭遇した時に目を背けたり逃げたりしていますと、いつまでたってもそのことに対する苦手意識が消えませんし、また心のどこかに、引っかかりが残ってしまうものです。ではこのように捉えてはいかがでしょう。困難なことに出会った時に、あ、これは自分を変えるチャンスかもしれない、今取り組んでいることこれをですね成功させるチャンスかもしれない、このような捉え方をしてはいかがでしょうか。そうしますと、さっきまでそれが困難なこと、できれば避けたいと思っていたものが、あ、これはチャンスボールだと、よし、このチャンスボールをしっかりとヒットしよう、そんな積極的前向きな姿勢に一瞬で変わることができます。もちろん、第一印象としてはですね、あ、これは参ったな、そういうものですか、簡単に乗り越えることはできないかもしれません。しかしここでこれはチャンスだと気持ちを切り替えることができたならば、今度はですね、そのことに対して果敢に挑戦する自分になれるんですね。今新型コロナウイルスによって世界的に世界中の方々が苦しんでいます。国も企業も学校組織も、私たちの日々の暮らしもこの新型コロナウイルスによって大きく変わりました。非常に今、難局の状態が続いていますが、これをですね、参ったな、心が折れそうだ、これで終わりにするのではなく、これは大きくジャンプする、大きく羽ばたく、大きく変わるチャンスだ、このように前向きに捉えていきましょう。このように前向きに主体的に積極的に捉えることによって、何かしら大きな発見、ひらめきが得られるものです。もちろんこの新型コロナウイルスの今の状況が収束した後もですね、それぞれの人生においてたくさんの困難なこと、これは参ったな、そのような障害物に出会うことはたくさんあると思います。そのような時にですね、困難こそチャンス、このように捉えることができたならば、一回りも二回りも大きく人間的に成長し、そしてその困難なことがあったことによって、実は有意義な人生だった、このようになることができるのではないでしょうか。本日は困難こそチャンスというテーマでお話をさせていただきました。ぜひこれからも有意義な人生を作ってまいりましょう。ありがとうございました。